皆さんどうもこんにちは、あやなんです。今日はですね、なんと長男ポンスくんが6歳になった日になります。あー、6歳になったよ。今日は金曜日ですね、幼稚園は平日の一番最後の日ということでね、眠い目をこすりながら今日も頑張って幼稚園行ったんですけど、夜にプチ誕生日会みたいな計画してて、サプライズでママ友にも連絡して、あのポンスのお友達にも来てもらうっていう風にね、ちょっとしてもらってて、今日一日これから準備ってことなので、もうせっかくなんで Vlog を回そうかなっていう感じです。まず今日はもう送って、で朝ごはん食べて、で今まだ11時ぐらいなんだけど、こっから美容院行って、その後風船の調達に行きます。で夕方の6時半ぐらいからちょっと個室のね、カラオケとイタリアン料理のお店があるんで、まあ、とりあえず美容院予約してるんで美容院向かいたいと思います。美容院に行く持ち物としては財布、化粧品、リップクリームですね。そして、スプラトゥーン、はい、こちらを持っていきたいと思います。あとね、歯ブラシとかもいつでも磨けるように歯ブラシも入ってます。別に息臭いわけじゃないですよ。じゃあ車で美容院行ってきます。そういえばですね、皆さんに報告しなければいけないことがあるんですけれども、私この度また車ぶつけました。もうひどくない？これガードレールにぶつけたの、家の前の。でね、なんでねぶつけたかっていうところの続きの話になるんだけどさ、私ね最近ねめっちゃ猫を欲しくなっちゃってて、実家でずっと犬飼ってたんですよ。まあ1年前ほどぐらいにね亡くなってしまったんですけど、まあ、すごいねおバカでね、うるさくてね可愛いワンちゃんだったんですけど、トイプードルのね。で最近うーくんがなんかすごいペット欲しい、ペット欲しいって言い始めてて、で、まあ、私もバイバーイ、来てたおばあちゃんが帰るのにめっちゃバイバイって手振っちゃった。それでそのうーくんがね、すごいペットを飼いたいって言い始めたのよ。でなんかいろいろあって、そのペットショップに一旦見に行こうかみたいなことになってさ、いろいろこういろんなペットショップを見に行ってたのね。最初私もさ、大変だから本当命を飼うっていうのはそんな簡単なことじゃないしとか言って、もう本当にまあ、せめてじゃあ柴犬のお母さんがいるんだけど、のりこさんっていうね。でのりこさんはもう子育ても落ち着いてて、二人ともさ東京出てきてるからさ、お母さんもお母さんに今寂しいわけよ。で岡崎でさ一人で住んでてさ、マンションにね。でそしたらさ寂しいじゃん。だからお母さんにワンちゃんをプレゼントして、岡崎にいる時にちょっと空いてる時とかに連れてきてもらって、一緒にお散歩行ったりとか、こうそんぐらいの感じでワンちゃんは飼った方がいいと思うよみたいな。でお母さんにも電話して、お母さんワンちゃん欲しいって言ってたじゃないですかって言って、なんかプレゼントしたいなと思ってみたいな風に言ってさ、電話で言って、もう嬉しいみたいな、すごい欲しいから、でもゆっくりでいいよみたいな、検討してくれればいいからねみたいな感じで言ってて、だからお母さんにワンちゃんをプレゼントしようっていうのはもう決まってることなのね。でペットショップ行ったのよ。どうしようかな、なんかどういうのがいいかな、ミックスとか、あ、じゃあストレートの方がいいのかな、とか言って見てたら、もう呼ばれたのよ、瞳でっていう猫が一匹こっちを見てるので、どうしたの、何っていう気持ちになって、ちょっとすいません、この子ちょっと抱っこさせてもらっていいですかって言って、犬を見に来たはずの私はいつの間にか一匹のスコティッシュフォールドちゃんをね抱っこしようとしていたので、あれあーちゃんっていう君にね言われながらも、ちょっとね一回と思って抱っこしたの。そしたらもう絶対に私のこと好きじゃんみたいな感じな顔で見てくるし、もう絶対私の家に帰りたいんだろうなみたいな顔してんの、ずっと。ちょっと待ってと思って、ちょっと一回検討させてって思ったから、でみんなアレルギーとかさあるかもしんないから、ちょっとこう触れ合ってみましょうみたいな感じになって、そしたらもううーくんは鼻水が抱っこしてなくてもズビズビになっちゃうの。でもどうしてもね飼いたくてね、何日間かそこに通ったんですよ私は、そのペットショップに。一昨日ぐらいだったんだけど、車ぶつけた理由の話ね、これ。なんかもう猫のことを考えすぎても、どうやったらこの子を飼えるだろうっていうのをずっと調べて、猫アレルギーとか対策とか、アレルギーでも飼えると
とかいうなんか希望の記事も出てきて、え、希望じゃんと思って読んでたけど、でもやっぱりなんかうーくんの症状的には結構なんか結構きつめ、抱っこもしてないし触ってなくても空気だけでもうなるみたいな感じでなってたから、あ、なんかちょっとどうしようっていう、そのもう、あ、もう買いたい買いたいってもうずーっとぼーっとしてて、あーってなってたら、いつも絶対ぶつけない車庫に入るもう瞬間のガードレールがあるんだけど、そこにガーンってぶつけて、でもね、ぶつけてもなんか何も感じなかったの、その時は猫のことを考えてたから、あーぶつけたか、まあ後でちょっと見てみよう、あーぶつけたぐらいの反応で、もう今までの私だったらえーってかなってたのに、その猫のことを考えてるおかげで、そんななんかなんかシクシクしないで済んだのよ。今の私の頭の中は猫を飼いたいということでいっぱいなんですよ。で、あとね、ちょっとえって思ったことがあって、私がインスタグラムに猫を飼いたいなって思ってるって、でもペットショップですごい可愛い猫ちゃんがいたんで抱っこしてもらさせてもらったんだみたいな写真を載せて、でもうーくんねアレルギーだから飼えないなって書いたの。そしたら、なんか保護猫を検討してください、保護猫がいるんですみたいな、ペットショップで飼わないで保護猫を検討してくださいっていうコメントが少ないけど、まあ、2件ぐらいあって、そこに結構いいねがついてるみたいな状態だったのね。え？どういうこと？と思って、私はその事情をあまりよく知らなくて、まあ、調べたのよ。したら、まあ、そのペットショップとかで売れ残っちゃって殺処分待ちのそのペットがいるらしく、世の中にはたくさん、まあ、それ問題になってるっぽいんだよね。そのだから私が知り得ない世界だったんだけどさ、でもさ、私はさ、その目の前にいたその子猫が欲しいなと思ってそれを言ったんだけど、保護猫を検討してくださいって言われて、それってどうなのって私はちょっと思いましたね。影響力がある人がその保護猫とか保護犬を飼うことによってみんなもそういう流れになっていくみたいな、きっとそう考えてそのコメント欄でその人たちは私に言ってんだけど、でも多分そういう人たちって別に自分が普段保護猫をどうにかする活動をしてるわけでもなくて、ただ私に意地悪を言いたいだけの人なんですよ。で、ちょっと調べてみたら、まあ、結構有名な方でペットショップで猫を飼ったり犬を飼ったりしてる人が叩かれたりしてるっぽいんですよ。それはさ、なんか個人の自由だしさ、さすがにそれを叩くのは違くないって思うの？だってみんな頑張って欲しいものを手に入れようと思ったり、働いてみんな辛い思いをしてお金を手に入れて、で目標を達成するっていう毎日送ってるわけじゃん。そんなのはさ、別にこの本人のさ気持ち次第で押し付けることではないでしょって私は思うけどね。あなたが保護猫を飼ってあげたいと思うなら、それは飼うことはすごく素晴らしいことだと思うし、でも保護猫飼えみたいなのはちょっと違うんじゃないのかなっていうので、ちょっと言っておきたいなと思いました。今日行く美容院はね、いつものフリーラでございます。え、なにこの道、おかしいでしょ、こんな道通るの？え、これ竹下通りじゃないの？大丈夫？竹下通りに突入していない？あ、してないわ。私タクシー乗るの嫌いだからさ、絶対に車で自分で目的地まで行きたいんだよね。やばい、30分後に行きますって言ったのに、それからもう30分また追加で経ってるわ。まあ、いっか、許してくれるはず。A さん、いつもありがとう。いやー、6歳になっちゃったな、ポンス。幼稚園でおめでとうって言ってもらえてるかな。でも4月ってさ、ちょっとあれだよね、まだ新学級になってからちょっと経ってまだ馴染めてない中での誕生日だよね。あんまりまだ仲良くないなっていう時に誕生日来ちゃう感じだよね。4月の出会ったばかりの時ってなんか話しかけてくれる人全員が友達に見える時あるじゃん。で、なんかしばらく経ってからさ、え、全然こいつ友達じゃなかったなみたいな時ない？4月に仲良かった人、卒業の時には全然仲良くない説っていうのをちょっと学生のみんなにやってほしいな。まあ、それで思い出した。私さ、この間さ、高校の同級生からなんか久しぶりに LINE っていうか DM が来てて、なんかマジ高校1年生の時クソなんか悪口言われたりハブにされた嫌いだったやつがいるんだけど、女で、でそいつがなんか会議をしたらしくて、私に、あやな、久しぶり、部外の何々だよ、私これを始めたから来てくれて拡散してもらえて嬉しいんだけどみたいな、するかーって思ったよね。なんでお前の会議をしたのは私がなんか宣伝して、かわいい、すごいですよとか言って言わなきゃいけないのって思うよね。着きました、美容院、私の癒しの場所。え、まずここに来てやり始めることはですね、スプラトゥーンです。
はい、美容院終わりました。ちょっと巻いてもらっていい感じになりました。めっちゃ可愛い色。美容院の中で風船とかを発注して、あの後でお店に取りに行けばいいようにしてあるから、多分今日は無事乗り切れる気がする。あとリサも来るんだよね今日、久しぶりに。あの結婚してね、旦那さんと一緒に住んでるので、もう私たちのとこにいるってわけじゃないんだけど、普通に今は親友って感じで時々会ってみたいな感じですね。服かわいい。何これ欲しい。この水色めっちゃかわいい。でもなんか着方わかんないな、むずい。ちょっとお腹空いたからなんか食べようかな。てかさ、ちょっと聞いて、最近さ、山田涼介とさ、橋本環奈ちゃんがさ、山田涼介くんとさ、橋本環奈ちゃんがさ、山田涼介だけなんか身内みたいな感じで、橋本環奈ちゃんはなんかちょっと遠い人みたいな感じやっちゃった。あのさ、王様に捧ぐ薬指やってんじゃん。もうさ、普通に心臓に悪くて無理なんだけど、普通になんか気分悪い。なんなんだろうこの気持ち。なんか中学生の時からずっと好きなアイドルなわけよ。もう初めて好きになってもずっとその人しか好きじゃないみたいな感じなのね。あんまそうそう人のファンにはならないんだけど、山田涼介くんのことはもうなんかずっと好きなわけ。え、どうしようかな。うわ、マイセン、うわ、マイセン食べようかな。ここにしようかな。吸い込まれるように入っちゃったけど。ご飯食べ終わりました。ごちそうさまでした。おいしかった。美味しかった。天気の良い表参道を歩いております。え、なんかさ、やだ、なんか肌汚くない？やだ、あーブス。大丈夫かな、大丈夫か。もう最近なんかポンスに寝てる時に、ママここのシワすごいよって言われて、現実をさ突きつけてくるの、素直に言われて、で私がそれに対して傷つくのね。え、嘘とか言って言うと、あ、やっぱりなかったとか言って、なんか気使ってくれるの。でもさ、一言目に出たそっちの方が多分本当の姿じゃん。ここにシワがあるのが事実なのに、私が傷つくと、あ、やっぱりないとか言ってくれんの。優しいよね。そんなポンスが今日6歳です。おめでとうございます。で、今からね、ちょっとあの風船取りに行きます。はい、風船をゲットいたしました。でかすぎる。これを積んで準備します。リーさん、ありがとう。顔隠しとくね。じゃーん。ちょっとあの名前は隠すんですけど、こんな感じで風船作ってもらいました。わー、かっこいい。王子じゃん。久しぶり。やだ風船。やだ、うん、なんで。何がいい。花な。え、何がいいの。花な。うんうん。何がいいの。どれの。あ、王冠がしたいの。欲しいな。あ、これが欲しいんだ。あー、今日ニーニー誕生日だからさ、後で貸してもらおうか。じゃあニーニー終わった時に貸してあげる、うん、貸してもらおう。でもいい、それどれ。それたち使ってもいい。うん、いいよ。それ使ってもいい。使ってもいいよ。じゃあお花持たせてもらいな。お、かっこいい。おー、かっこいい。はい、こちらですね、全部一緒がいいというね、現象でございます。弟、お兄ちゃんと全部一緒がいい現象です。イエーイ。お、かわいい。いいね。こんぐらいでちょうどいいわ。もうめっちゃね、ポンスの1歳の時とかはもう風船だらけみたいな感じだったよね。もう家の中風船だらけみたいな。じゃあちょっとこっからはパーティーということで楽しみましょう。ね。はーい。はい、著作権の関係でここから、声をかぶさせていただいているばまれますけれども、お友達が来てくれて、で、あのみんなでケーキをこう祝ってくれているところでございます。この奥に映っている方も私のママ友さんで、そのママ友の子供たちがこの二人ですね。あの、全然顔出ししていいよ。いつもあの、しばなんチャンネルうちで見てるから絶対、あの、娘が映ったら絶対喜ぶから、映していいよって言ってくれたので、映させていただきます。かわいいね。ね、ありがとね。言ってるよ。めっちゃ怖いやん。危ないよ。